京都市交通局50系電車は、京都市交通局が同局東西線向けに導入した通勤系電車である。1997年10月の東西線開業に備え、6両14編成が製造された後、2004年に東西線が6地増に延伸された際に3編成が追加され、以降は6両17編成、102両が在籍する。また、 解説の便宜上、六次増駅側を東寄り、渦政天神川駅側を西寄りと表現する。東西線開業時に備えて六両編成14本が準備された後、六次増延伸時に三編成が追加され、六両編成17本、102両が在籍する。東西線は生活路線としての役割が予想されたため、未来志向、市民志向、 シンボル製の3点をコンセプトとして車両が構想された。建設費抑制のためトンネル断面が縮小され、曲線半径も最小160メートルとされたため、車体長は16メートルとなり、車両全高は3375ミリメートル、床高さ900ミリメートルに抑えられた純小型車両とされた。 車体材質はカラスマ専用重軽電車のアルミニウムに対してステンレスとなった。前面は倉庫を頂点に上下を交代させた形状で、正面向かって左側に非常脱出用の扉がある。先頭部側面にも大きな曲面ガラスが貼られ、先頭部窓、非常脱出用扉の窓と一体に見えるよう処理された。前小塔と尾塔は一旦のケースに収められ、 床面よりも下に配置された。正面倉下部と側面用部にはラインカラーのオレンジ色とサブカラーの赤紫色の帯が巻かれている。客用扉は幅 1300mm の両開き扉が各側面3箇所に設けられ、ステップ部には車椅子での乗降を考慮した傾斜が設けられた。扉間には1枚加工式の1050。 ミリメートル幅の窓2枚が一体の枠に入って設置され、車端部には同じ幅の窓が1つ設置された。全駅にホームドアが設置されているが、車側等が設けられている。車内は明るい色調とされ、座席は薄紫色のロングシート、着席位置を示す、ひし形の模様が背もたれに入れられた。全車両に車椅子スペースと優先席が設けられた。 室内天井高さは、純子型車両ながら 2200mm が確保された。3カ所の扉の上に千鳥配置で、LED 式車内案内表示装置が設けられた。車内灯は40ワットの蛍光灯が先頭車14灯、中間車16灯設置され、予備灯として20ワットの蛍光灯が各車に2灯設置された。乗務員室運転席運転室はカラスマ。 専用車両との共通性を考慮しながら、軽半京新線からの乗り入車両との取り扱いの共通化、ワンマン運転を考慮したものとされた。立行と制動が別ハンドルのデスク型の運転席が採用され、運転席正面にはワンマン運転時にホームの状況を確認する液晶ディスプレイが設置された。ホームに設けられたカメラで撮影された映像は、 近赤外線光伝送方式で運転席に転送される。乗務員室等として20ワットの蛍光灯が2台設置された。電源、制御機器種制御機は三菱電機製、1台で2両分8個の主電動機を制御する GTO 阻止仕様の VVVF インバータ、制御装置、主電動機は東芝製事故通風系のカゴ形参照。 誘導電動機 c マイナス362、駆動装置は WN 継手式中実軸平行、カルダン駆動方式がそれぞれ採用され、歯車比は74、14である。パンタグラフは、車両限界と屋根の隙間が狭いことに対応した、東洋電気製造脂型 PT6102A1 が採用され、パンタグラフの小型化と合わせて取り付け部屋根高さを、 低くすることでスペースを確保した。低圧電源装置として3、レベル PWM 方式の東洋性出力 109A の静止系インバータが編成に2台搭載された。1台の低圧電源装置が故障した際、給電を自動で切り替える装置が設けられている。運転制御伝送、モニタ表示機能、車上検査機能を持つ、モニタ装置が搭載された。 IC カード化された仕業表から情報を読み取り ATO、車内案内表示機、自動放送を設定する機能を合わせて備えている。空気供給装置両先頭車に2段圧縮式の往復ピストン型交流電動機駆動の電動空気圧縮機が搭載された。台車、ブレーキ制動装置は三菱電機製の電気指令式ブレーキが採用された。また、台車は 日立製作所製、モノリンク式、ボルスタレス台車 KH-182 が、電動車に、KH-183 が、制御車に使用されている。床面高さが 900mm であることに対応し、車輪業は 660mm となった。連結機、先頭部の連結機は、C74 密着自動連結機が、編成中間部の連結機は、 E96 半永久連結機が採用された。空調装置全車両の屋上に2機冷房能力1 5 8キロワットの三菱電気製薄型 CU781 冷房装置が搭載され、ラインフローファン3機と合わせて使用される。暖房装置はシーズ線式のものが座席下に設置された。乗務員室にもラインフローファン1機とファンヒータが設置された。 保安装置保安装置は高周波、連続誘導式車内信号機式の ATC が搭載され、車上演算予見ファジー方式の ATO による自動運転が可能である。ATO 運転時は、立行31段、ブレーキ31段、地上との更新用トランスポンダからの情報を併用することで、駅停車時は誤差35センチメートルでの停車が可能である。 50系は5100、5200、5300、5400、5500、5600の6形式で構成され、各形式17両、計102両が製造された。渦政天神側よりの先頭が5100型で、以降100の位の番号順に、西から東に連結されて、編成を組む。車両番号の上2桁が、形式番号、下2桁が、 編成番号で、例えば第16編成の5200型は5216となる。5100型と5600型は制御車で電動空気圧縮機を床下に備える。5200型と5400型はパンタグラフ2機と主制御機を搭載する中間電動車。5300型と5500型は低圧電源装置を備える中間電動車であり。 5200型と5300系、5400型と5500型がユニットを組んでいる。1997年10月12日の都在線2乗、第5巻 12.7km の開業に備えて6両編成14本、84両が製造された。2004年11月26日に、第56次増間 2.4km が開業し、 5 0系6両編成3本が増備された。従来車と仕様の変更はない。2008年1月16日に2乗、渦政天神川間 2.4km が開業したが、車両の製造は行われなかった。2017年7月16日より2020年度にかけて、聴覚に障害のある乗客や外国人乗客への利便性向上を目的として、 全編成の行き先表示装置をカラー LED のものに交換するとともに、客用扉上の車内案内表示装置を日本語、英語、中国語、韓国語の四カ国語表示に対応したフルカラー液晶式のものに順次交換される予定である。上記の旅客案内装置更新と合わせて同形式は初期車の製造から20年経過しているため、2018年から制御装置と 低圧電源装置の更新も実施されている。制御装置は三菱電機製のイベット、阻止 VVVF インバータが採用され、低圧電源装置においてもイベット阻止を使用した、東洋電気製造の出力100クバの3レベル、PWM インバータに更新された。現在、旅客案内装置が更新された、編成のうち、第1.046.078.1011、 編成に施行されている。京阪京新線800系と並んだ50系50系電車は京都市営地下鉄東西線全線で運用される。東西線には開業時から京阪京新線800系が乗り入れてきているが、50系は東西線内のみで運用され、京新線には乗り入れない。なお、東西線は全域にフルスクリーンタイプホームドアが設置され、 車両基地の第五車庫を含め全線地下線のため、通常50系の外観はガラス越しにしか見ることができず、直接外観を見る機会は第五車庫で行われている公開イベントに限られる。ありがとうございます。